NTT 東日本バドミントン部が開催した教室には小中学生66人が参加しました。桃田選手が代表引退を発表してから部の地域貢献活動に参加するのはこれが初めて。ミニゲームでは桃田選手から得点を奪おうと子どもたちが果敢に打ち込みますが、一つ一つのショットの精度がすごすぎて全く取れませんでした、ヘアピンをちょっと参考にして頑張っていきたいなと思います。一緒に実戦で羽を打った方が多分学ぶことも多いと思うので、この NTT の強い選手の真似をたくさんしてほしいなと。仙台では今月19日から全日本実業団バドミントン選手権大会が開催され、今日指導した選手たちも参加します。